どうもこんばんは、底辺の王と書いて帝王と読む新帝王です。はい、グレさんもいらっしゃいます。こんばんはということで、この時間は、はい、平日の深夜ということで、もういい、明日からの今日はダビスタもあるっていうのに先生ダビスタありますよ、もうだからあのバイオなんかもう明日からフォロワー限定にしました。ってことで、はい、ということでこの時間は、はい、平日の深夜の部ということで、セガサタン版のスーパーロボット対戦 F の、機体&パイロットの人生縛り攻略いきます。帯広まで、いや野球じゃあ早く寝たで、29個目さんどこ住まいなんですかってか、ねえ、ねえ、急がないとってか、ねえ、どっから行く見に行くのか知らないですよ、ね。ということで、この時間は、はい、ということで、題して、底辺が、白子はシャピロごとキフルボコにする配信の第28話で、帯広はトカチでしょ。でもね、ああいう人がね、来るんじゃ嫌ですよね。どこで、どこがやるかってことは、はい。まあいいや、とりあえずやっていきましょう。はい。お疲れ様です。はい、どうも、まさぽんさんもいらっしゃいませ。北海道のコメントには敏感に反応するね。敏感じゃないけど。いや、そりゃ、帯広ね、僕、昔とかに住んでるから、いや、別にそんな落ち込んでいませんが。やっていきましょう。多分今日時間的にもちょっと多分長いステージになるでしょうから、ミニゲームとかカラオケとか、お絵描きとかやれるですかね。はい、上海さんさんもいらっしゃいませ。こんばんはってことで、もう今日はちょっとそういうのやれる時間もないかもしれないで、あらかじめそういうのことなんで、もしそれ来たい目当てで来てる人は見ない方がいいですよ。だってしょうがないでしょ。だって今日長いですから。猫の神様いらっしゃいます。こんばんはってことで、ね、どうなるか分かりませんからね。多分今日普通に2時間半超えると思いますよ。じゃあ筋トレはするの？どういうこと？筋トレしません。誰メタスにしようか。だんだん上手くなってきてる。ガンバーそうですかね。でも正直な賞味の話どうですか。僕のあの腕前でそのクリアできます、今のあのあれでっていうか、まあね、クリアできないにしてもね、まあそのねクリアできないところまで、いやー半額無駄だと思いますよ。はい、何クリアはいけるいけます。はい、ブチブチスナインベースさんいらっしゃいます。こんにちは。坂口桃李の逮捕について一言お願いします。いや僕その人あんま知らないからどうでもいいっていうか、なんなのタレントね、ちょっとそれくらいあんまり全然詳しくないんで何とも言いません。帝王聞いたよ、だから知らせて。はい、おまんこくさそうさんいらっしゃいます。こんばんは。はい、嫌です。ベイスターズ負けたの？教えて。知らないです。野球の結果は知らない。ねえ、誰ですね。僕もあんまり詳しく聞いたことあるんですが、誰って言われると僕もね、説明できないというか。レーシーベースデータ。あとはどうしましょうか。バイキングっていうつるっぱげの芸人の元カノだよ。バイキングっていうつるっぱげの元カノ。いや全然知らないですね。偽タレント、あ偽タレントだ。さっきなんか小峠とか誰か言ってましたね。偽タレントだ、誰ですか。親ってあんまり知らないですよ。ビルバイト行くか。坂口よしこ元気でか。あー坂口よしこありましたね。なんか、坂口よしこもなんか聞いたことありますね。はい、アリアスさんいらっしゃいます。元気あんまり。あれ母親くさばの陰で泣いてますよね。ジャンボ崎の弟が義理の父だっけ。そうなんですか。弟が義理の父。
小峠と別れた後に AV に出た。え、そうなんですか。AV とかにも出てたんですか。全然知らないですね。あ、そうか、こっからシャイニングが来るんですね。甘やかして育てた親が悪いですかね。あー、本当だったらね、シャイニングガンダムにファティマつけたいんですがね。ねー、シャイニング使いたいんですが、あー、ファティマ落としたのは痛かったっすね。射程後か、まあね、本当はボートまでそこまで金曜日は配信取っていくぞ。帝王をファティマにすればいいやん。あ、いいですね。何様ですか。僕をファティマにってね、そんなに。シャイニング落ちたらホットも使わないんでしょ。え？いや、だから落とさせませんよ。当たり前じゃないですか。シャイニングやらせるわけがないでしょう。あとサイバスターはどこ？もんですかね。あと特に余ってるのカジーガンは強いからな。シャイニングガンダムだってね、結構強化パーツで移動力とかね、あとミノクラでつければね、いくらでも補填できますからね。結構十分戦えるレベルかもね。ただこうなるとエヴァがもう一機ずつしか使えないですよね。どっち使いましょうかね。ゼロ号機でいくか。エヴァも3機ローテで回していくしかないですよね。 G キャノンは使ってないの？ G キャノンは完結編入ってからですから、使いたくても使えないです。昔の G ガンって中途半端なイメージあったけど F は強かったっけ。まあシャイニングガンダムはですが、ゴッドガンダムになってね、ハイパーモードになればね、全然前線でねやっていけますよね。名教指針の補正もあれば、何改造しましょう。シャイニングガンダムかな。今日もレインのデモは見れますか。でもシャイニングガンダムって引き継ぎされないでしたっけ。そうですか。まあ確かに金払いあったかな。はい、どうも67コメさん、68コメさんいらっしゃいます。こんばんは。ねえねえ、やばいですよね。っていうか、でもこのシナリオで使うかな。今レベル22でしたけども、強化パーツで必中縛りで白っこと聞いて、そんなこと書いてありませんね。どこに書いてあります。はい、71コメさんいらっしゃいませ、こんばんはです。まあ、シャイニーガンダもフィンガーもですけど、まあ、とりあえずこれでなんとかやってくれとしか。あーとは戦没者なし、なしです。帝王様こんばんは。今日もカラオケ楽しみにしてます。はい、73コメさんいらっしゃいます。ごめん、今日はちょっと時間的に戦士は卑怯だから縛っていく方向ですって。そういうことも言ってません。カラオケはちょっと今日時間的に厳しいと思うんで、ないと思った方がいいですよ。多分2時間半オーバーするんじゃないかなって思いますから。あとどうでしょうね。悲しいブワ、ごめんなさいね。ブワ今日は結構長いでしょうからね、申し訳ないけど。そんなに長いの？長いですね。それ次のシナリオの前後編なんで、もう延長しとくか、ね、とかユニット、あのね、あの機体にね、入れたり出したり入れたり出したりとかも時間もありますからね。そんなにうんち溜まってたの？どういうこと？80個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。その入れたり出したりじゃないですよ。入れたり出したりとか、しょうがないでしょ。入れたり出したりしなきゃいけないですから。
あーやばいな、ちょっと待って、あとえ赤い人いますかね。どの穴に入れたり出したりだって。穴じゃないですよ、戦艦に入れたり出したりですよ。長いとか入れたり出したり卑猥ですね。卑猥ですか。はい、じゃあ行きましょう。戦艦とはレベル高いな。違う、なんか勘違いしてません。戦艦、隠語か。隠語じゃないです。比喩表現。なんだ、ヒーローか。後ろから前から。あいつ、本当に一晩で直しやがった。後ろから前からじゃありません。あー、俺のデーサイズ。あいつここから部品取ってきやがったな、チックショー、ね、クリアしてませんよ。はい、サントリーさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、近くのおっさんが眼鏡しててクサでしたねえ、そういうこと目当てでプール行く人もいるんですかね。はい、94個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。ねえ、ロンドビルの戦力がまた増強されたようだな。かっか、これ以上キャツラを野放しにしては後々障害となるのでは。だが今となってはあやつらの手を借りんことには拠点の奪還もまた、ね、我らの戦力は温存せねばならんかな。はい、どうも、95号目さんいらっしゃいます、こんばんは。はい、一応平日は毎日やってますんで。はい、俺やはりここはロンドベリーに新たな任務を与えますか。すでに指示を与えておるよ、アデリノの奪回だ。さて、これで、うまくポセイダのゲスト連合軍と戦力を相殺してくれれば儲け者だな。トレイズの件はいかがなさいますか。何やら独自の動きを画策しておるようですが。今は好きにさせておけ、あやつには利用価値がある。スリングショットのギャルはいないぞ、わら。そんなにね、スリングショットじゃなくたって、次の目的地はアデレードか。規模的にはジャブよりは小さいようだからまだマシだな。ティターンズのエングも来てくれるそうだ。やらないカーデンだ、誰ですか。はい、99個目さんいらっしゃいます、こんばんは。なんでや、また手柄を横取りされんのか。いいじゃない、別に手柄を叩くて戦ってるわけじゃないんでしょ、お兄ちゃん。そりゃそうだけど、なんか腹立つじゃねえか。かけてます、おしっこ。そんなキャラもいません。はい、やらないかって元ネタ誰ですか。ミノフスキー干渉派に反応、早速お出迎えてわけだ。一丁派手にぶちかますぜ。慌てんな、続いて基地内部の攻略が控えていることを忘れるな。まあね、そういう前後編のシナリオなんで。なんだ、あれはバイストウェルの軍勢じゃないのか。スプリガー、ショットエボンか。ち、またも地上の軍勢か。先ほどの軍といい、地上軍とはいい、侮れんな。明日も大雨が降るらしいから川見に行った方がいいよね。いや、やめた方がいいでしょ。なんかね、結構大雨で九州の方なんかかなりね、災害ってか被害ね、でかいらしいですからね、本当に。まあ今どうなってるのか知りませんが。ね、こちらまあ、どうなんでしょうね。雨やんだから。ショット様、いかがなさいます。これ以上無駄な消耗を避けたいところだが、一銭もせず引き上げるわけにもいくまい。まずは相手の力量を探る。なぜバイストレイ軍がアデレの近くにいる。ラオで畑行く。やめてください、フラグになっちゃうしよ。そういえばショットはオーストラリアの出身だと聞いたこと覚えがある。俺が東京に出たようにショットもまた故郷に惹かれたのか。この悪意、戦闘は避けられそうにもありません。仕方がない、総員戦闘配置。今日のとこはちょっときついから、もしかしたらね、誰かしら事故っちゃう可能性もなきにしもあらずですが、まあそうならないようには気をつけたいですが、あと大きい。みんなぶっ殺してやんよー、わらわら。何言ってんですか、そんなことさせませんよ。どうしようよ。行きましょうかね。まあ、時間は別に。
キャオ出して。キャオ出ますよね、今回キャオ出ますよ。はい、人造さんいらっしゃいませ、こんばんはです。はい、ナイス。まあ、本当はねキャオ育成してもしょうがないんですよね。キャオもね終盤いよいよね多分リストアされますか。まあここからは多分ねちょっとね27、28、29、30ね結構いやいいね、やっぱ終盤ですから結構ねきついシナリオばっかりですからね、リスナーさん的にもね多分見てて楽しめる可能性は十二分にあると思いますよ。リスナーが一番楽しめる瞬間は分かってるよね。でもその瞬間をね、アムローさんでは何をになるかな。あやなみちゃんのやらに追いつきたい。アムローさんではさせませんよ。そうそう、やらせてたまるもんですか。まだちゃんも、あちゃんは気合いぶりなんでしたっけ。気合いのみか、早くショーはね気合い覚えてくれるもんね。ショーって結構気合覚えるの遅いんでしたっけ。今私はマックポテト食べながらドライブしております。はい、ちょっと前見ました。さっき泣きながら商店街を見てたら通りがかった女の子に我々がポテト食べるのはいいんですが、そのスマホであのコメントしながらドライブは危ないですから、やめた方がいいですよね。トップを狙い2見ました、どうでした。僕的にはね最近お休みお菓子や寝て果物にしててキウイとバナナよく買ってるんだけど、はい、結構調子が良いかも。やっぱ日高のりこさんに比べてシャウトが物足りないですね。トップを狙え、帝王みたいに捕まっちゃうよ。はい、配信見ながらドライブと流行るな。アマプラのエフェクトながら見です。ドライブってなんで運転してると思ったの。え、助手席かもよ。まあそうじゃそうですけど、てかそんなね助手席にいるんだったらね、そのね運転手とね会話してりゃいいじゃないですか。なんでわざわざねそんなねドライブで他の人と一緒なのに。自動運転車でしょ。それってまだでしょ、正式には導入されてないでしょ。ね、言ってねドライブだったらね連れの人と最後の方はもうわけわかんない SF で刑事関係なくなってたけど、そうです、止まってわざわざコメントしてんだよ。止まってわざわざ音で流してみて。そうなんですか、いいですね、恥ずかしいでしょ。帝王の声に思って談笑してるかもよ。ここのリスナーはお嬢様な軸ばかりだから専属の運転手がいるわよ。いますかね。わこ帝王。はい、どうも128コメさんいらっしゃいませ、こんばんはです。スパロボ F28 はやってます。あまり気合も上がってないですもんね。今日友人にそうはよって言ってみたらキモいって言われました。そりゃそうでしょう。うおー、帝王帝王って思ってるのがありますからね。はい、重曹会さんいらっしゃいませ、どうもこんばんはです。はい、スパロボ F28 をやってます。わらわらめっちゃチンポ硬くなるわ。どう、なんですか。はい、超絶イケメン王子様はやれるし、いらっしゃい。マック買ったじゃん、買えるじゃん、片道90分だぞ、疲れるわ。片道90分って片道90分何、あ、歩いて何、車で90分とめちゃくちゃ遠いです。遠すぎねえ、さすがに遠くないですか。どんなど田舎ですか。めげずに行ってはやらそう。ねえ、めげいいでしょ。
そこまでして流行らす意味がないじゃないですか。ズルボケしてしまう。ねえ、ね、じゃあ自家発電なりすればいいんじゃないですか。チンチン切ったらいいよ。切るもんじゃないでしょう。絶倫を函館市から江差町まで帰ります。函館です。もうちょっと函館の方はちょっと分かんないけど、めちゃくちゃ遠いんじゃないですか。でよう YouTuber になって、嫌です。いいです。 YouTuber なって、まあ、YouTuber ね、確かに。せっかくコメントを褒めてくれた人に、でもうちのリスナーさんはいて実益があるかどうかは微妙ですと言った仕打ちは忘れませんか。笑、道民ですよ、奥さん。ということで、昨日せっかくコメント褒めてくれた人に、でもうちのリスナーさんに言いましたっけ。 YouTube ね、どうしましょうかね。帝王最低だな。まあ YouTube 行ったらね、もうね、今以上に仮想でしょうけど、まったり静かにゲーム配信やるならそっちの方がいいかもですね。帝王って寒い。帝王は偉いんじゃない。僕は偉くないですけど。150cm、160kg さらせば一躍トップ YouTuber だよ。別に人気者になりたいわけじゃないですか、ね。今日俺のマンションに無断侵入した。しませんよ。なんてさえなしますもん。ブスとか言ってすればもう人気者ですよ。時給10万の上級国民だぞ。時給10円です。低評価と地獄のコメント欄になるよ。低評価と、いやでも、いや、あれ、いや、地獄のコメント、いや、だってこう YouTuber 全然リスナーさん来ないから。ねえ、静かにやるんだったらやっぱ YouTube の方がいいじゃないですか。いいですよ、別に金なんかも。金がなくなったらもうそれで人生おしまいでいいんですよ。はい、エリルさんいらっしゃいませ、こんばんは、コツです。はい、トードさんもいらっしゃいませ、こんばんはです。はい、スパロベフやってます。ボチューン。マーベルだ、マーベルのボチューンよ。食わせてあげたいけど、ね、リスナーさんにボロクソ言われるの我慢できるほど僕は大人じゃありませんから。ショーなの。マーベル無事だったんだな、よかった。お料理コメントしちゃいけない印象あるから。僕的にはそっちの方がいいですよ。お薬マーベル無事だったな、よかった。はい、162個目さんいらっしゃいます、こんばんは。ファルコン武田の様子で言った指定を重いだろ、そろそろ。いや、ファルコンさんと僕を比べるレベルじゃないでしょ。何がですか。ニコ生みたいにブユユユユと顔テインテインってコメントたくさんしたい。いやですよ、まあそういうの自体は、まあ、まだいいんですけどね、え、さっきの枠みたいにね、爪の方が得るんだよな。ボチューンは第4次では射程1部しかないから期待だったんだけど、ね、射程1しか。ショーこそよう、マーベルさん、まさきくんなの。ああ、ラディアスの一件以来だな。すまねえが、また手伝ってもらえねえか。マーベル、ドレイクやビシュットも地上に出てきている。地上の戦いを早く終わらせるためにも一緒に挑んでみて協力しよう。お母さんの実名なかとかいっぱい取り込んでないんですか。あれた時は皇室の話題を触ればいいんじゃない。スベシモネタ言い放題ってマジ本当に。スマホ電池ないからまた0時殺します。ああ、はい、どうもお疲れ様です。はい、あれた時は皇室の話題すれば余計あれやばいじゃないですか。ドレッキやビショットまで、分かったわ、私も手伝います。っていうか、こんなとこに出られてもっていうか、っていうか、めちゃめちゃ囲まれてマーベルピンチじゃないですかね。レイジからダビスタご期待ください。そこの敵全部マーベルでやってやね。でも本人どうかな。マーベル確かまだ低いでしょ、レベル20ですもんね。ちょっと逃げながらなんとかしないとですね、うん。マーベルは都会民だから読んでもいいよ。じゃあどういう理屈ですか。せっかく手伝うって言ってるのになんて言い草。マーベルが全部やってくれるから俺らは帰ってオナにしようぜ。強い、強すぎる。 なんだ、
大バインってなんでマーベル思うちょっと可愛いデザインにしなかったんだろう。さあね、平穏の都会民だけどどうする。大人の女性を描きたかったね。あ、大人っていうかアメリカ女性。頑張れドラムロ。何言ってんですか、応援してください。顔濃いよね。ね、濃いですよね。やっぱアメリカ女性だからってこと。ね、平穏はマーベルとキーンどっち派。シーラ様はあんなに可愛いのに。いや、シーラ様派でいいでしょ。シーラ派でいいでしょ。なんでその二人なんですか。沈め。アニメのアメリカ人って昔はみんなあんな顔。エサシ町をマップで見たら何もないんですけど。そういうこと言わなくていいでしょ。アメリカはこれって差別じゃね。ジャムファウア。ジャムファウア。ね、ちょっとやんちゃでしょうから。区別です。行きますか。区別ですか。1500じゃ落ちるでしょうね、多分。私はマーベルは期待だな、惜しいってイメージなんですけど。惜しい。まあ確かにね、アニメ見るとそうですよね。マーベルはこういうのにとっては結構薄味な顔だよね。僕はダンバイもね、スパロボで知った口ですから。おっさんになるとジャムさんの絵、ロサに気づくよ。ねえ、マーベルは落ちるってイメージですからね。だんだん惜しいとか。でおっさんになるとチャンバーのエロさに気づく。いや、僕はわかんない。マーベラこういうのにどったってこは田舎者だからしょうがないね。ショー下よ。わかってる。ジュードは完全に足でまといですね。なんで戦艦突撃してるの。え、地上にポケモンの使われないオーラキャノン。なんとなく、まあ、確かに縛り考えたら俺はこれから184で生きていくから名前は語らない、ね、はい、198コムサイラッシュ。さっき NG にした人の別アカですか。まあ、別に来るなとは言いませんが、変なこと言ったらまたあれですよ。どうせ184だとコメント読まれないけどいいよ。いや、読みますよ。わらわら、ピーだ。間違いないやつが来たんだ。ちぇ、俺も自分の名前を語るのは好きじゃない。絶対言わない、天候。なんでそれでコテハン登録してんですか、さらっと。なんでしかもティンコとかね、そう。間違った。ちょっと、ねえ。普通のコテハンにしようとは思わないですかね。マーベルって2位に振られて賞にくら替えしたんだでしょ。2位に、いや2位に振られたというよりはどうなんでしょうね。最終的にはね、2位、マーベルが2位を振ったって感じじゃないですかね。次の名前はいくらちゃん来ますか。ニーって割と活躍してるのに地味だよね。ね、普通にね、チームね、まとめてね、リーダーとしてね、あれだったのに、ね、F じゃ出番もないしね、もうちょっとね、登場させてもいいと思うんですがね。ニーってあんな変な髪型のくせにモテモテだよね。受けてみろ。ドレイク引っ越したのに。ねえ、そりゃパイロットとしてはね、そんなに有能じゃないかもですが。疲れたでしょ。ニーって何したか全然わからない。ドレイク打ち取ったじゃないですか。ドレイクの娘って勝つ波にうざかったよね。ねえ、だからニーもね、だから多少ね、なんか聖戦士じゃないので、ね、嫌がってましたね、結構ね。物語佳境に入ってきたらあんまりね、2位にこだわらなくなってましたもんね。ダイオ、確かダイオジ、確かね、ルートにあってあれなんですよね。ただ聖戦士じゃないからね、2位。
どうしてもね、使えないですからね。2位の髪型で1000円とね、そうですか。失敗したってあんな髪型はならないと思うんですが。ねえ。X だと一番格闘高いとかだっけ？そうなんですか。リムルは最後の右手打ち抜かれて天罰食らったから。天罰というにはちょっとひどいでしょうね。母親に打ち殺されるとかね。ねえ。どういうあれなんでしょうね。もらった。あ、やっちゃった。まあいいや。いや、よくないけど。キッチキッチンは帝王に殺されました。なんで僕バフクランじゃないですよ。マジかよ、帝王最低だな。マジになっちゃうんです。具合に削れるかな。1500当たってくれるんですが、リムルもそうだが、イデオンも姫が母に脳天打たれるのは同じだな。えトミノのセンスはホラーだ。姫帝王最低だなと聞いて、母に脳天打たれる。イデオンに足蹴りでやられたパイロットでしょ。イデオンの姫ってだ誰。あーカララか。カララはね、実のね姉ですよね。やられた。はい、どうも221コムさん、いらっしゃいませ、こんばんはです。帝王って医療に足で蹴られたと思うと、うちですか。あとはどうしましょう。2月3日。やっぱ衝撃的なのは、嘘の母親の4人方だよね。帝王は劇場版で初の人になった人だよ。ね、劇場版で初の人だった誰ですか。貫通するかな。ガンダムで言うとどんな死に方したいですか。ガンダムでいいですよ、別に死にたくないですよ。なんで死ななきゃ、死ぬ前提で語られるんですか。地球の灰と言われてるアマゾンの火災が収まる兆しがないですが、帝王はどう思いますか。どうなんでしょうね。泉のお姉さんみたいなのがいいですよね。ねえ、アマゾンでね、なんか、ね、地球の酸素も 20% って言ってる。じゃあ隔離婚でいいですか。まあでも日本にあんまり影響ないんじゃないですか、アマゾンの火災で。ねえ、言って地球のちょうど裏側でしょ。ねえ、多分日本のね、ここの酸素の供給には全く影響ないんじゃないですか。アメリア。ね、ただブラジルとかはね、その分違います。アマゾンのジャングルでしょ。ジャングルの方のアマゾンはね、まだ沈下してないんですか。ねえ、こっちの方がやばいですよね。水着のお姉さんみたいなのがね、まあそっちの方がいいですよね。手はねねかたいの裸、まあ裸でまやかされ、何言ってんですか。沈下ってなんかエロいよね。エロかないでしょ。てか本当にでも大丈夫なんですかね。どうやって進化させるのか。進化じゃないですよ。でもあれ、やっはたみたいなのが目的で人がつけたんでしょ。ねえ、でもね、どうすんね、そんなことしてっていうか、大丈夫なんですかね。ね、そんな広大の土地どうするんですか。何をするんですかね。工場建てるとかなんかね、そんな憶測もありますけど。人間が関与してない時代は火災も広がり放題でもどうもなってないんだし、大したことないよ。そうですか。ですね、か人間がいない時代、そもそも火災が発生しなかったんじゃないですか。地球のようと言われてる私が生きる気力を失ってますが、帝王どう思いますか。生きる気力。コロニー落とせば一発で消えるのにね。まあいいんじゃないですか。そういう時もあるから、時間が経てばね、気力湧くんじゃないですか。落雷とかで火事は起きたでしょう。ああ、なるほどね。でもどうやって沈下したんですかね。あ、雨とかですか。雷だとかの自然発火ぐらい小学生でも知ってる。僕知らなかった。ね、中卒なのに知らなかった。まず中卒が嘘ってバレた。
実は幼稚園卒が最終学歴ってバレちゃうな。幼卒わらわら、恐竜が進化してたんだよきっと。恐竜が、どうやってそっちの炎上はね、飽きたら収まりますが。本当はケンブリッジ卒の超絶エリートのくせに。そんなわけないでしょ。ねえ、そんな大卒のエリートだったら、ね、じゃあ友達にカセット借りたのは嘘だったんですね。そうなりますかね。やっぱり幼稚園卒ってバレちゃったか。しょうがない、バレてしまった。自然進化でしょ、燃えた結果肺からさらに生命が誕生するんだから悪いことばっかじゃない。そうなの、燃えた結果肺から、そうなんですか。肺から生命とか大丈夫だよ。何ですか、ベンブリッジとか。失敗すぎますね。あんまり前に出るとねえ、今度ねえポセイダル軍も来るから、あんまり行きたくはないんですよね。てか自動出したのちょっと完全に失敗でしたね。移動力が全然足りないっていうか。この初期配置の敵は一応ムージー落とせば撤退してくれるみたいですからね。カラオケないなら攻撃ターンで歌ってよ。リアル系の時にディフェンサーっていつ手に入るんだっけ。次のシナリオですね、29話で、このシナリオの後編の方で、あのゼクスとノインと、あとついでに G ディフェンサーのカツがおまけで来るんで、こんなとこです。これ1足りないか。さーてどうしよう。カツはいらなくない。いらないけどね、 G ディフェンサーは欲しいでしょう。カツは殺せ。カツ殺すならいらないね、ジェガンとかに乗せてから殺すだけでしょ。カツは消すんだろ。カツは自爆させるんでしょ。自爆は無理でしょ。カツは自爆使えないし。もらった。ゼクスって誰だよ。ミリアルド様だろ。カツはイーで、ゼクスはゼクスでしょう。何？ナイス。バカな。カツ隕石ね。どこに隕石ある？カツはいつになったら許されるんですか。わかんないです。一生許されないじゃないですか。使ったことにしよう。そこまでしてくそこまで犠牲者に飢えてるんですかね。まあそれは勝ぐらい全然構いませんけどね。私は許さん。そうですか。90か、怖いっすね、さすがに。ロースカツも硬さには限界あるよな。たまに硬すぎるとんかつ屋あるんだよ。おしっこ様。カツが勝手にゼットガンダムに乗って落とされたというシナリオはどうですか。ダメです。せめてマーク2にしてください。原作の再現だよ。いやダメでしょ、マーク2ある人はせっかくねえ G ディフェンサー来るの待ってたのに。スパガンが使えないじゃないですか。これならマジか、残っちゃった。ちょっと弱いかなと思いましたが。5、4、3、2、1。神奈川県警さん、この枠です。何がですか。はい、265号目さん、いらっしゃいませ、こんばんはです。はい、戦火当たるかな。
75%、 微妙なとこですね。神奈川に住んでるの？え、僕神奈川ですよ。知りませんか？これ面白いの？ね、え、当たり前じゃないですか。好きだからやってんですよこのゲーム。つまらないなら見なくていいですよ。バイオとどっちが面白い？僕にとってはそりゃこっちですよ。ねえ、所詮ゲームのね好き嫌いなんて個人で分かれるんですから。また辛辣なこと言う。ねえ、やっぱり合う合わないはあるでしょうしね。皆さんのね別に価値観をね僕はね否定するわけじゃないですけど。ねえ、かかっちゃいますね。横須賀在住。誰元ああ小泉でしたっけ。平和の機嫌を損ねるような発言はお控えください。はい、269個目さんもいらっしゃいます。こんばんは。別に控えなくてもいいですよ。ただ僕が NG ぶっ込むだけですから。何しても楽しいってこと何年もないんだけど言ってて意味ある？さあ、じゃあ楽しいこと見つけたらいいじゃないですか。自分のねえ。横須賀高校、小泉元首相の母校。神奈川ってあの異次元に繋がってるっていうところですか？そうなんですか。それは知りませんが、初耳です。横須賀高校、小泉氏、母校。やらせない。やられた。横須賀から始める異世界生活。3、4年前に大阪府の人口を抜いて全国にくらいの900万人。神奈川でしょ。小泉って人気が長いだけが評価の首相だって。まだ首相じゃないでしょ。東京ベイスターズの大阪が未成年とやってましたね。何大阪知らないっす。野球選手、もうちょっと最近の野球選手あんまり深夜になったらレインのデモだけは見せてください。深夜だったり時間が余ったらいいんですが。まだって親父の方だろ。ああ親父ね。っていうかなんでいきなり小泉の話題が出るんですか。神奈川って言ったら小泉なんですか。他になんかないんですか。ダンクーケン募集83。いっちゃいました。俺もレインのデモみたい。昨日のタイムシフトで見てくれりゃいいじゃないですか。ねえ。小金町、横須賀高校の話から小泉は自然な流れじゃないの？いやだから、なんで横須賀高校の話が出るんですか？元レスラーのアントニオ猪木も神奈川。バツさんで4人目の嫁が亡くなったらしい。小泉の息子も口がうまいだけで何もやらない自分の意見も示さないしな。あんなのがなんでね、選挙で生で。レプラカーン。横須賀と言ったら米軍の話しかダメなのか？いや、別にいいですが。横須賀ね、何があるんでしょうね。あんまり詳しくないから。頑張れ、ドレイク軍のオーラバトラー。スカジャンは横須賀発祥、はい、スカジャンって何ですか。そんなやつ配属してる神奈川のやつらは責任取って。ねえ本当に。でもそれはね、票入れた人に言ってください。僕は別にね小泉に票入れて。ああ横須賀ジャンパーを生んだ元凶ですか。ねえみたいですね。カレーの話しろってことだな。カレーガースも神奈川なんだよな。カレー先レトルトカレーかガース。ああいや神奈川あんまりろくな人間排出してませんね。やだやだ。元もお娘の石川も横須賀。へえ。って言ってもあんまり僕もお娘全然詳しくないから知らないですけど。丸いやつダメ。久塚洋介も横須賀高校だよ。ああなんか
窪塚ってあれでしたっけ、なんか飛び降り自殺未遂だかの人でしたっけ、帝王はおにゃんこ世代でしたっけ、元凶ですね。日本の強みは1億総人口中流社会だったのに見事に壊したね。未遂じゃないか、ね、あれ死んだんでしたっけ、1回ぐらいから飛び降りて生きてるね、死んだんでしたっけ、あれえ、あーどっち未遂、いや置いてけぼりにしたくないんですがね、移動力ないから。はい、306個目さんいらっしゃいます。え、どっち死んだの生きてんの、飛び降りて生還してるね、生きてんでしたっけ、かすっただけ、あとこんだけか。戦艦で迎えに行きましょう。神奈川三大都市は横浜、川崎、相模原、ね、生還してるだけで未遂じゃないんだよ。あ、固定よ。今日晩飯は何？あ、未遂、あ、そういう、あ、飛び降りたか飛び降りてないか、うん、飛び降りたんでしょ。生きてるか死んでるかって、まあ、そ、確かにそうですね。はい。311個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。ニンニク入れますか、はい、今日の夕飯はレトルトのカレーです。どうしよう。相模原は全国最小の政令指定都市。え、そうなんですか、全国最小、どうでしょう、相模原最小って言ったってねえ、これから人口の伸びしろがいくらでもあるんじゃないんですかね、え、あんまり詳しくないですけど、まだまだ人口ではなくて土地の話じゃねえの、え、ああ、土地なの、土地にして何か意味あったのか、横浜の350万人に比べやね、横浜なんかそんなにいるんですよ、ね、伸びしろですね、まあ他首都圏に人集めるのか、相模原に食いついたね、なんですか、なんで相模原に食いついちゃいけ、民主党政権はひどすぎるからです。なんで相模原に食いついちゃいけないんですか、 何がいけないって言うんですか、普通に話題に乗っかっただけでしょ、何言ってんですか、やめてください、変な勘ぐりやめてください。 1,2,3,4,5,6 やめてください。日本の小泉、アメリカのオバマ暗黒史、でもどうなんですかね、今のアメリカがじゃあね暗黒じゃないのかって言われたら、まあ、分かってんですかね。なんか笑った。笑わなくていいです。スペースバズーカ。オバマってなんで黒いの？だからオバマ大統領とコケにされた。そうなんですか。ちなみに韓国のムン大統領も共に民主党。ね、別に民主党って名前がダメってわけじゃないんじゃないんですか、あんま詳しくないです。拷問の楽しみ方教えてください。知らないです、自分で考えて。竹中平蔵が諸悪の根源。竹中ですか、あんまり政治も僕詳しくないからどうこう言えませんけどね。そこに来る、え、しかもマーベル狙う、マジですか。まあ、マーベルが今一番弱いですからね。アホー政権の頃のアンチからアホー首相とバカにされた。アンチか。死ね。遅い。これから日本もどうなんでしょうね。オーラバルカ。どうしよう。耐えられる。麻生政権時代に国会でパネル出してクイズ出してた民主党もどうかと思ったけど、国会でパネル出してクイズ、麻生は悪くないんだけど頭悪いんだよな、コロニーを都市でリセットしたいね、良くはならないことは確実でしょうね。日本を衰退させている最大の原因は国中の善意と麻生は口も悪いよ。じゃあ僕も原因ですかね。邪魔なんだよ、まだまだ。カップ
フラーメンの値段わからなかったから日用品の値段クイズを国会でやってたのよ。ああ、なんかありましたね。カップラーメンのね、ね、ああ、そうか、それでそういうことやったんですか。でもクイズはやることもないでしょうね。考えて国会も茶番ですよね。被害状況調べろ。漢字クイズもあったな。漢字クイズもあったんですか。政治の話題で盛り上がる。やっぱみんなおっさんだな。そうですかね。まあ確かにそりゃそうでしょ。っていうか生主がおっさんなのにね。そんな。そう、クイズやることじゃないのよ。ねえ、いるわけないでしょう。ああ、もうないの。これで帝王が田中角栄以来の中卒政治家になるのか。なるわけないでしょ。ね、アソーグループの運動士が庶民のものの値段を知ってるわけないよね。新しいゲームね、まあお金がないから買えないっていうのもあるし、まあ興味ないでもいいですよ。じゃあ天皇の話の方がいいかな。いいですよ。アソーグループの運動士が庶民のものね。そんなすごいんですか。せっかくでね、学校、まあそりゃそうですけど。博多のボンボン。またなんだ。これでどうかな。今日ダビスタあるの？ブリヂストンだっけ？ないです。アソーは福岡県出身。ゾゾタウンがカップ麺食っててもなんか嘘くさいじゃん。まあね、確かに。だから普通にね、知らないって言え、ね、言えばいいんじゃないですかね、そういう時。ね、知りませんが、それが何かってね。ね、知らないものは知らないですから。首相の出身地で最も多いのは山口って知ってるか。お前は一生ニコ生やっていきろ。いや、一生にニコ生やっていきろ。帝王が来たくったら嘘くさいって言われたようなもんか。そうですか、確かに。どこにアンパンチするんですか。安倍首相も山口出身。ねえ、他に誰いるんですかね。これほどのパワー。山口がなんかね、総理輩出1位ってなんか聞いたことあるんですが、あと誰。これでどうだ。初代総理の伊藤博文も山口。へえ。初代首相の伊藤博文も山口。すごい結婚しましたねって。暴力団も山口。上州さんだからね。嘘。小泉は朝鮮の密入国した息子なんだよね。いや、八十歳だね。みんな博識だわ。暴力団の山口ってそっから来てる。いや、山口は関係ないじゃないですか。山口達也は。え、小泉も朝鮮の密入国した。やられたの。そうなの。ね、皆さんすごい詳しいですよね。本当に政治ネタにも。ね、僕なんか全然ついていけてないんですが。レスラーの長州力からも山口出身だからその名前を名乗った。そういうのあるんですね。何でもは知らないわ。知ってることだけ。いや、十分知ってます。小泉も朝鮮ヤクザの息子だと思ったけど。知ってますよ。それだけ知ってりゃね。長州力からは。よし、帝王にサソリがダメだ、わら。なるほど。こっちやった方がいいかな、4600か。でも、ブブリも怖いんですよね。あんまり残したくないし、やっぱこっち先かなっていうか、このターンで落とすぐらい、いや、落とすのもちょっとあれかな。オーラリで100オーラバルカン。ないか。長州といえばサソリ固め、命といえばコブラツイスト。安倍さんの安倍氏は、ね、なんかその頃が一番メジャーっぽかったですね。出てくる東北の吉安倍定民の子孫。安倍さんの安倍氏は、全去年、全て、出てってくる東北の、全然知らない。はい、ザーテクラス選手しますから、なんか本当に皆さん把握してないんですよ、そんなに。わわ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 。必殺オーラ切りだー。こっちが必殺されそうになっちゃった。
方がいいですね。このターンはちょっと次のターンで確実にって感じで、うん、行け、はい、ファミリア。突っ込みすぎてネタスやばくね。大丈夫です。恐れている。その前に削り落とします。射程距離外からだと。いやメタスじゃない、メタスがやばくないですよ。メタスはね、走行そうになるね。夜型に切り替えるから朝5時ぐらいまでゲームするの。いや今週すぐプラチナ。神奈川でプロレスといえばイノキに決まってるだろ。まだビルバイの方がヒットポイントいくし、今ねボチューンのがもっとやばいですよ。ボチューンがやばいんですよ。今のこの状況だと。当たるかな。1100、700、当たればいいんですが、え、神奈川でプロレスといえば猪木に。そうなんですか。76%。オーラバトラー本当運動性高いですからね。リガジン乗せてたってエリ程度じゃこんなぐらいしか。ルーには負けるもんか。マジか。しかも残っちゃった。これほどのパワーが、くそ、届かん。ちょっと残さないでほしいんですが、どうしましょうか。帝王はコツ。はい、どうも、帝王の分身さんいらっしゃいませ。はい、こんばんはです。当たるかな。49、きついな。しかも回復か。どうしよう、届かないっすよね。いやー戦艦もちょっとやばいですよね。集中報告だったら、誰かいないっすかね、敵の医者。帝王に闘魂ビンタだ、笑。いやでも届かんか。ゲッター戦艦、どうしましょうか。とりあえずこっち落としてもらわないと。これでも82ですか。今でもダメですか。はい、どうも行ってらっしゃいませ。なんか気のせいですかね。なんかエヴァというか、なんか綾波がなんか全部なんか切り払いでね、昨日からちょっとひどくないですかね。まあ、ナイフだからじゃね、それまでですが。うわ残っちゃうじゃん。ちょ踏み込みが足りん。って言っても、もうしょうがない。こいつやっちゃうしかない。ビームスローで当たるかな。バルカンで落ちる。バルカンで落ちるでしょ、さすがに。このヒットポイントなら。90に、それでも92？うわ、きついなぁ。レイちゃんとアスカちゃんどっちタイプなの？タイプで言ったらアスカでしょうけど。ねえ、やっぱアスカの性格いいね。マジっすか。残るか。うわぁ、どもで、そんな射撃低いの。やらせん。やっぱりド M だったか。何がド M ですか。何？やべぇ。アスカに汚らわしいものを見る目で見られたいの。何言ってんですか。やっぱり。
意味が分かんないし、やばいな、ちょっとこれやばい、ちょっと本当にちょっとやばいかもしれない。シャイニングがまあ落ちやしないでしょうけど、まあかまだっけ。それでドイツ語話せるのか。話せません、ね、やばいっすね、ちょっといいですもんね。いやまずいぞ本当に。ちょっと誰、まあマーベルが危ないじゃない、マーベルちょっとやばいかも。やばいやばい、ちょっとちょっと冗談の気でちょっと、マーベル何言ってん。あ、よかったよかった、こっちの生贄に食いついてくれた。そうですね、ビアレス射程が短いからね、え多分移動マーベル狙えないんですよね、まあ、怖いのブブリですよね。落ちろ、ねえ、わざわざ切り払ったもの、またわざわざやられに来てくれるんですから、ありがたいですよね。そっち来るか。バームクーヘンはドイツ語で君かず。あ、そうなんですか。あ、え、そう、バームクーヘンって何、そういう意味もあっての元ネタなんですか。ドイツ語なんだ。やべえ、ドモが死んじゃう。せやで。それは知りませんでした。どこ狙う？あ、やっぱりボチューン狙う。よかった、ひらめきした。エクレアはフランス語で稲妻。エクレア、なんで稲妻なんですか。とどめだ。まあね、受けてみせる。遠距離からの攻撃やるわね。ニュージーに浴場しないで。してないでしょ。ニュージーに浮上する人とかいるんですか。焦るな、撃ち落とせ。遅い。シュークリームのシュートはフランス語でキャベツ。ブブリーとスプリタンいいよね。聞いたことあります。期待はね、いいですよね。たまたまクッタインモナガイは一番の戦士っていう意味。絶対違うでしょ。ターちゃんのあれで、本当でしたっけ。そんなネタありましたっけ。やばいくらいボキしてる。どうしたんですか。じゃあ処理してください。ちょっと待ってください。とりあえず今何をする。いいじゃね、切ったらいいよ。軍艇用語版は寝たけど夢見て起きてしまいました。夢、どんな夢見たんですか。東洋高校か、はい、軍艇用って言う。はい、392個目さえいらっしゃいますけども、24時間立てられますか。無理です。56ですもんね、これ当てるのは一苦労ですわ。11時ですもんね、まだカウボーイバッグの細胞状態を診断ですか。どうなんでしょう、覚えてないですね。誰か撃墜されしたか。されたいないですが、ちょっときついですね。そろそろ見せ場作ってください。当たらなければどうということない。ね、すごい。はい、広告ありがとうございます。ポカリさんも誰も撃墜されてないとか、この縛り意味なくね。商用っていうかね、歌丸師匠は野球のかつての名門横浜商用高校のオブ。まあ意味ないならね、あれです。ちょっと待ってください。146、どの D2? 136、そんなに低くもないですよね。でも、それでバルカンで10ですもんね。いや、きついなぁ。150。
いやーきついな、あとちょっとが。当たるやつがあまりにもいなさすぎる。当ててくれりゃいいのにね。少女高校って言って、こう歌うし、野球のかつての名門横浜少女高校、そうなんですか。本当になんか皆さんそういう芸能話題もね、詳しいっていつもですが。まあとりあえず本当にね、犠牲者なしでね、完結編入りになったら、まあ縛りなんかね、変えようかなとは思ってますが、このまま犠牲なしでいけるなら、きついですよね。だんだんきつくなってきてますからね、言って。当たらなくなってね、ここからきつくなると思いますよ。精神コマンド集中、ひらめき、鉄壁使用禁止、ニュータイプ先天使禁止がいいですね。変えるではなく、追加する。ただそれだとね、ニュータイプ禁止精神だとスーパー系メインになっちゃいますよ。やられただと。入りじゃなく、追加はやだ。追加はやだ。追加はやです。で、ブシバリ連続出撃禁止とかか、神谷明の声のやつ禁止。それ僕そういうね、特定のパイロットとか機体ね、出すのやめるってあんまり好きじゃないんですよね。申し訳ないけど、縛り変えた途端撃墜される気でしょ。どういうことですか。ね、各地の商用高校は商と呼ばれることが多いが、横浜商用は機械高と呼ばれている。まあ全部取らないけどね、やっぱり。うわ残る、まあ、何やってんの。ここからでは反撃できん。微妙に硬いのかね。いやちょっとまずい。もうマーベルも怖いですよね、これ。うっかりあれしちゃったら落ちんじゃないですか。76だし、なんでこんなきつくなったんでしょうね、急に。各地の省力旅行オーラ力は上がっているはず。なんかいいのあるんですか。なんだ、よし、ああよかった。なんで歌丸師匠は遺言通り楽太郎連れて行かなかったの。どういうこと。わかんないです。どんな遺言だって残してたんですか。24か。ただコーン使って倒してるからちょうどショートもいいんですよ。仙台円楽師匠がこの世に追い返したんだろう。そうなんですかね。50、これもきついですよね、本当に。どうしよう、もうしょうがない。俺があの世に行くときはお前も道連れって言ってた。その歌丸師匠はですか。
春風亭昇太で6代目司会者。まだでも6代なんですかね。がね、笑点見てた時はね、先代のね、私だけが死ぬわけがない、貴様の心も連れていく、帝王よく楽太郎が歌丸死亡ネタしてたからね。まあ確かにね。先代の円楽時代が長すぎたんやろ。まあそういうのもあるでしょうけど、ただダンクがこんなんでしたっけ。誰で削ろうかな。ただ必中使うのもね、もったいないですしね。微妙だな。もう一旦持たせる。ランクーガは積極的に活躍させていいんだぞ。帝帝王で落語家デビューするか。ただ当たんなきゃ意味ないですからね。帝王でいいです、ね、攻撃します。ナイス。商店は全く見てないな。昔は見てたんですけどね、やっぱりテレビ見なくなったら商店自体もね、わずらね、見よってきます。ご将軍でいいかな。三遊亭、笑福亭、林家。さあ、そういうのもよくわかりませんよね。バズーカで落ちますかね。ただ123万。歌丸と楽太郎が仲良く並んで答えてた頃は楽しかった。ねえ、なお日テレの系列局は佐賀、宮崎、沖縄には完全になく、大分にも半分ない、うん、じゃあそこの地域は焦点見られないって、全く見られないんですか。2000か、やだな、ちょっと116。1800。ゴーフラッシャー打てりゃ打てる。多分時差ネットかなって思う。時差、ああ、なるほど。宮崎は塀の中だろ。その宮崎はもういいでしょ。まあでも、打つしかないですもんね。慎吾に期待するしかないでしょ。テレビ福岡ぐらい映るわ。田舎シャバカにしないで、ケーブルテレビで見れます。あーケーブル、なるほどね。そろそろ本気で行くぞ、スペースバズーカ。手を打って堀の中で小遊三と兄弟になったって。マジ何言ってんですか。あー残って、マジか。なんかやられはしない。硬すぎ。とどめ。福岡のテレビ見れたら問題はないけどね。受けた分は利子つけて返させてもらうぜ。勝った、強。やっぱ怖いっすよね、こいつ。あー貴重な幸運が。硬すぎっとかエッチ。でもの赤旗の近くに日テレの中継車止まってるんだぜ。え、なんでですか。今ですか。中継車どういうこと。いや、誰にとどめさそうかな。ね、こいつ冗談抜きで結構強いですからね。富士は青森、山梨、山口、徳島に完全になく。やばい、ちょ、やばい、マーベルさん大ピンチ。マーベルが死んじゃう。マーベル死んじゃう、あ、これはしょうがないですよね。これはしょうがないですよね。事故ですからね。これは事故ですから、しょうがないですよね。はい。4や4で、ごめんなさい、すみません。これは事故ですかね。てか、
これどうなんですかね、このままやったらって紙見えないですが、これは月追カウントですね。いやダメでしょ、やったなこの野郎。何言ってんすか、不正終わった。違います、確信犯我特有の不正。違います、これはしょうがないでしょ、不正じゃないでしょ。頑張って続けて、サターン月追だから次からサターン使っちゃダメだな。何言ってんですか、びっくりマンチョコモードやめてな。違います、我特さんこっちです。何が我特ですか、時期でやってるって言ってんのに。TBS は秋田、福井、徳島、佐賀に完全にない。コード使ったん。違いますよ。ズルダメだよ。ズルじゃないでしょ。なんでだよ、撃墜されたらダメなんだろ。撃墜されないでしょ。サターンの撃墜はせえんの。また不正しやがった。何が不正ですか。戻し作業1時間近くかかるんか。いや、いや、毎ターン、セーブしてたから、うん。大丈夫です。入りせ。いや、すぐのとこですよ。延長だけしておこう。うん、時間的なロスはそんなにないですからね。こういうことがいつ起こるかわかんないですから、ちゃんと巻いたね、そういうのを想定してセーブしてますから大丈夫でしょう。多分いや、むしろね、や槍のせいな、こっちの方がね、むしろありがたいんですが。じゃあコンバトラーかゲッターロボかショウザマが責任を取って殉職。帝王というの冷めるから自分に厳しくいかなきゃ。状況再現しろ。なんか嬉しそうだな。いいです、何嬉しくないでしょう。また揉めてきちゃった。ボスが責任を取って殉職。嫌ですよ。はいはい、ね、揉めてない、揉めてないですよ。なんでウニさん知ってるんですか。はい、ウニさんいらっしゃいます、こんばんは。ウニさん、さっきのバイオの枠でもいたんですか。揉めて、またおっぱいの話して。してませんよ。だって上級サージェントだって少なくともここの100はね、あ、知らないならいいですね。とどめ、うん、まだよ、まだこれから。怖いですねこいつ。バイオハザードやりだしたの。いや、どうしよう、落ちるかな、残るかな。1600、怖いですね、バイオハザード。怖いな、ちょっと。残って。落とせよ。落とさなくていいから。危ねえ。かわした。よかった。不正じゃないですからね。何にも不正じゃないですからね。よしよし。本当にね、こういう状況がこれから続きますからね、冗談抜きで。ね、だから縛りね、わざわざ、わざわざ、だから、その縛りを変える必要ないと思うんですけど、ダメなんですか。言い訳は地獄で聞く。何の言い訳ですか。85% でかわすのかよ。ね、かわしましたからね。つまんねえ、だったら縛りなんかしなきゃいいのに。何がですか、知りませんよ。じゃあ見なきゃいいじゃないですか。回復忘れんな。ただいま帝王を威訳すんなや。そうだよ、帰る必要ないよ。増やせばよいんだよ。何言ってますか。舌を引っこ抜くか、帝王チンポ切断しに来ましたの、どっちか。どういうことで、何言ってますか。サターンのバイオハザード1作目は怖かった。俺ホラーダメだからゲームやるときは嫁に隣いてもらったもん。もうホラーダメなんですけど、まあね、今ちょっと別の理由でホラーがあれしてますね。いや、もうダメでしょ、もうショーにやってもらうしかない。そう考えるとすごいですね、 100% になるんだから。さすが聖戦士と言うべきか。別でなきゃもう落とせんでしょ。で、何があった。今フリーズがあったんですよ、サターンで。このゲーム結構ね、止まっちゃうから。再フラッシュで決めれば。再フラッシュまだ使えません。再フラッシュ使えるのは完結編ですから。不正があったんですよ。何が不正ですか。直撃なのか。きついなこいつも。途中落ちそうになってサターン蹴飛ばしてフリーズさせました。違いますよ。耳元で怒鳴るな、うん、事実を曲解しないでください。ミュージック
くショット様申し訳ありません不覚を取りました不正を疑ったら脱出できただけでも幸いだ、まあ、お流しましょうそれ地上のものこれほどの力を持っているとは怖い探偵です本当は実機を揺らしてたんでしょ何言ってますかてか海さんこんばんはとかいらっしゃいとか何か、はい、いや言いましたよ言いましたよさっき海さんいらっしゃいませって挨拶しましたよ何言ってんですかね帝王が揺れてるのは頭だろふむ見たかねマクトミやはりこの星の連中は内戦状態にあるようだ確かになだがあのロンドベリとかいう連中はこのままにはしておけんお腹のイライラ13日のメンツにかけてあやつらを倒す怖いですねこれもちょっとまずいですよねちょっとフリーズとかけまして不正と解きますその心は海底王さんどうぞ。知りませんよ。俺人一倍打たれ弱いからみんなより大事にして。大事にしてますよ。わらわら。パンチドランカーはね、ちょっと近すぎますよね、これ。まずい、まずい。ちょっとこれ慎重にあれしないと本当にやばいですよね。ガンガン落としていくしかない。特にマップ兵器持ちのやつはね。マップ兵器やばくないか？ねえ、だから やるしかないでしょ。やられる前に。チリでしょ 100% なら当たるしくれ弾空剣しまった直撃か OK とりあえずここのバシドもなんとかするボクシングが語源になった言葉パンチが効く量産型ビブサムだな水じゃもいませんちょっとアムロの前からやってもらいましょういやそれでも怖いですよねちょっとかく乱使いたいぐらいですよねこの配置ちょっとやばすぎじゃないそこだうわ残るかやられる、まあ、削りっていう意味でありですね不正が原因になった言葉タッチの差どういうことああなるほどねてかなんで急にスポーツ用語の解説が始まったんですか22誰でしょう字が1,2,3,4,5いやこれが削れるかわかんないから怖いんですよね1400もでも確実に行くしかないでしょうただこれが当たるかどうかなんですよ問題命中が何パーかに96個人の仕草が語源になった言葉ガッツポーズそれガッツ石松だって話でしょう剣道が語源になった言葉一本取られるね、なんか俺がコメントするとしばらく間が開かないかそうですか、ま、気のせいですよあおかえりなさいはい今オーラバトラ退治したんですがその後ですよね今バシトンウェルがじゃないポセイダルムが来ちゃいましたOK ガンガンやっちゃってあとこれ1,2,3,4,5128ですもんね。このテンポはいいね。さすがに打ってこないでしょう。大丈夫かな。1,2,3,4,5,6,7のあれだったら打たないでしょうけど。打たれるとこも。確かにテンポいい。
帝王はマシンガンの弾丸を素手で掴める。なんでバイオハザードだけコミュ切りなの。さっき荒れたからです。荒れたの。荒れました。案の定というか。なんで荒れたの。メタスが心配だな。まあ、ね、僕の配信初めて見に来るようなリスナーさんがいろいろ来たからですね。やっぱり初見のアクションゲームはね、僕ダメなんでしょうね。見てる人イラつかせるっぽいですから、やっぱりもうアクションはやらない方がいいでしょう。ゲーム圏に来てる層が原因か。まあそうですね。帝王が初見は帰れって言ったからだよ。そこまで露骨なこと言ってませんね。そうだな、綺麗にしよう。 F もイラついたからやめとくか。なんでそんな面白い時に限って毎回俺は見てないの。帝王のちょちょちょで楽しんでるのに分かってないな。もっとまったりね見てくれればいいと思うんですが。ね、てかそんなイラつくんだったらね、見なきゃいいってね言うもんですが、これでどうだ。そこで帝王コックローチーズ集合だわ。なんでコックローチーズなんですか。うわ残った。嫌なら見るなって言って。いや言いましたよね、そんなイラつくんだったら見なきゃいいじゃないですか、ね、フジテレビ。いやでもね、それはね、まといてる発言だと思いますよな。今日は荒れないの、荒れないかな。なんでですか、そんな荒れた話見たいんですか。いけるかな。右残しの天才ですね。ね、俺毎回のように荒れてるか、そのままの日頃起きてるよ。残っちゃいますよ、ね、いやでも見ろ。ね、どうし荒れた方が実際楽しくね。楽しいですか。楽しくないですよ。しょうがない、だって誰でもいいからやってくれてほしいんですが。22、あれなくていいのは風景と動物放送だけ。昔コレンコしてた生主いたぞ。しかもここのリスナーでその生主に暴言吐いた人さっきいた。わらわら、ちょっと敵に近すぎて敵ターンやばくね。えくって雑魚敵の大した切り払いあって天候巻きなんだよね。だからとりあえず今ねマップ兵器撃てるやつを削ってますが、よくて雑魚の敵にな。逃がさないよ。頼むぞモンド。危ねえ。なんだと。シールドでよかった。切り払いだったら。またターン蹴飛ばしてらってことでやり直そう。無理ですよ。毎ターンセーブしてんですから。やり直しはできませんよ。とりあえずキューバッシュ乗れたかな。1,2,3,4,5,6,7。あと打てるのバッシュでしょう。次の荒れる可能性は19時か。厳しいな。なんでですか、もうコミゲにしてフォロゲー、ね、フォロワー限定にしたからもう荒らさせませんよ。でもこれで130になった。モンド突出してるな。大丈夫かな。モンド突出、まあなんとか。帝王の大逆化見て笑ってる。モンドは別に読んでもいいや。暇だから見てたら笑った。抜ければいいだけだから来るんじゃない。抜ければいいだけ。俺のこの手が光ってうなる。お前を倒せと輝き叫ぶ。いや、もうフォロワーも承認制に戻しましたよ。フォロー限定の時の人生って何を書けばいいの。こんな面白い大雑把なのに帝王は消せって言うんです。消せとは言ってないですよ。消せとは言ってませんよ。帝王で抜くか。フォロー限定の時の申請でさあ別に変なこと書かなきゃ普通に
ね、お願いしますとか別に最悪僕は別に何も書かなくてもまあいいかなぐらいに思ってますが、怖いかなこれもね、特に戦艦落ちたらアウトですからね。いやー怖いな。別名義時代からファンでしたって書いとけばいいよ。帝王の大逆化面白いね。別名義時代とかそんなのありませんよ。いやあったっちゃあったかもですね。じゃあサブアカゴーク承認をなしゃす。大逆化作ったやついたのか、わら。サブアカ。ネトラジ時代から好きでした。こんな面白い大逆化なのに帝王は消せっていうんです。消せとは言ってないでしょ。帝王ではなく帝王ってちゃんと書かないと。はい、どうもクワマンさんいらっしゃいませ。こんばんは。スパロウフちょっとやばいですかねこれ。これ誰が狙われるかでちょっと本当に状況が一変するかもしれないですね。メタスまずいか。メタスが狙われるまずいかな。俺の時代はウッドに電話すれば無限に赤増やせたけど今はどうなの ?NTT ね、さあ、なんで NTT か知らない。身長 160cm で体重 150kg、ね、このバッシュはマップ兵器あるのか？あります。まずいな。でも多分もう狙えないでしょ、距離的に多分。メタス狙えるのはこいつで最後でしょ。むしろね、攻撃が、ターゲットがばらける方がこっちはありがたいですからね。どこ狙う？アーガマ狙う？それはありがたい。ウッドは NTT を覚えました。大丈夫そうかな。あとマクトミンがちょっと怖いですが、何やってんの。大丈夫。多分エヴァ狙うでしょうね。バーカって感じで。もらった。ダメージ。NTT で新しい回線作らないと新しく登録できなかったんだよね。昔は。そうなんです。バカでごめんなさい。別にリスナーさんのことじゃないですよ。リスナーさんにバーカって言ったんじゃないですよ。景気に行ってねえぜ。クリアして今日はダビスタイルやれません。もう多分。これあと1時間で終わんないですかね、多分。ビームラヒマリア。ヤクザ。リスナーのことそんな風に思ってたんだな。違いますよ。そんなこと言う人だったんだ。違いますよ。敵の CPU に対して言ったでしょ。配信の流れ見てりゃね、そんなことなんでリスナーさんに言わなきゃいけないんですか。ねえ、言う必要がないでしょう。のえ、しくしく。泣かないで。何も言ってませんから。まあ、とりあえず大丈夫そうかな。ね、これで敵がね、もっと集中してくれるのはね、再フラッシュとかあれば一網打尽ね。ヒトロマン好き。この流れだとリスナーを邪魔者で教育しそうだな。言う必要はないのに、つい本音が漏れたか。何言ってんですか。失望しました。帝王のファンが寝て底辺の王と書いて帝王と読む新帝王さんのファンになります。いつもやってるような言い方すんなや。今日もダビスタやりませんって言い直せ。だっておとといだからやったでしょ。一日明かしか増やせないから5時明かし作るのに2ヶ月かかったよ。それをパソコンで自動で動かしてアイテム入手してたの。それは何の話ですか。ニコニコの話じゃないんですか。ニコニコの話じゃない。ヒトロマンショベルの懐かしいですね。私にしまくってたね。ねえ、うん、起きる。日本三大馬刺しってどこか知ってるか。知らないです。だって僕馬刺しなんて食ったこともないですからね。コウネがうまいよね、たてがみ。コウネ
しはできるな。福島、長野、熊本、山梨、あとどこ。あれちょっとバラきてますね。熊本はなんか正解っぽいんですが、ね、あとどこ。馬の油はマジでうまいよ。油ってうまいんですか、ちょっとわかりませんが、とりあえずレタスを直して。カナダの馬刺し食ってみたけど微妙だった。カナダの、どうなんでしょうね、そういうの全然わかりませんからね。これどうしよう。アムロで1,2,3,4,5,6 ここか。でもなんか削るしかないですよね。帝王は人肉食ってるもんな。熊本、長野、合図らしいね。熊本、長野、まあ福島ですよね。なるほど。なんでそこが馬なんでしょうね。まあ、確かに育成が北海道ってだけですからね、競争度が馬刺しになるのは。中国の逸話真似して人肉を。知りません。何が逸話、知らないですよ。そんな逸話は。これは反撃できる。これでよし。帝王も人間に生まれてきたんだから、いろんなもの食べた方がいいよ。人間にしか許されない行為なんだから。そうだけど、伝統に包括繊細な若者から絶対金がないんですよ。奪うのは楽しいですか。どういうこと、贅沢なもんいいんですよ。中国は十二支の中で虎、竜、猿以外は何でも食うらしい。それもなんかこの間聞いたような。サルは食わないんですかね。なんだぞ、食うもんないから客を嫁の肉でもてなしたって逸話があったような。さすがに実在しない竜は食えない。ネズミ食うの。食いません。どうしよう、ゲッター。怖いかな。何年か前に中国から韓国に人間の粉密輸しようとしたの検挙されてたよね。中国人に聞いたら虎は神聖な生き物だから食わないらしい。こないだ街でネズミ見たけど毛が短くて気持ち悪かった。毛が短いんですか。ちょっと見たことないですけど、ネズミは飛ぶ目のは飛ぶ、2本足のものは親、4本足のものは机と椅子以外なんでも食うよ。中国は毛が短くてツルツルしてた。ツルツルなんですか。ちょっとあんまりイメージわかんないですね。うちら。どんな感じなんでしょう。マッハスペシャル。171か。いや、これじゃあんまり突っ込ませたくないですよ。ダンクガだったら平気かな。23 22。温度で落としてもらいたいんですが、虎は神聖な生き物、竜は実在してない、猿は同類だから食わないらしい。マッハ分種。中国は天安門の時にまともな人はみんな殺されてしまったんだよ。中国は段ボールをあげて食う、ツバメの巣も食う詳しいです。中国産のダンボールチャオズ美味しいよ。ダンボールを火星ソーダで溶かして食ってるんだよ。ツバメの巣を食いに至った発想力がすごい。でもダンボールって今なんかね、どうなんですか。ダンボールは肉まんにするし、タイヤのゴムはタピオカにするよ。でもダンボールって今なんかすごい需要あるんじゃないですか。それは日本での話ねえ。そんなねえ、食い物にするぐらいだったら。帝王は乳酸飲むんだろ。何で飲むんですか。香港のデモがほぼ報道しない日本もかなりやばいけどな。いや、でもアマゾンがあるから需要があるよ。
なんか卵も科学的に作ったポケモンだったとか言ってたな。食品偽装の時の話だっけ。食品か餃子かなんかで、でしたっけ。ダンボール肉まんだっけ。779シャオにやってもらうしかないですかね。維持式問題になったゴキブリが入ったカップ麺。香港でも、ね、警官が威嚇で発砲したってニュース以降何も報道されないね。やばそう、ね、ああそういえば、ね、でも どうなんでしょうね。ねえ沈静化するんでしょうね。それどういう形で決着するか分かりませんが、直撃だ。まあぶっちゃけ海外のことあんまり興味ないしな。海外とか僕だって国内のことだってあんまり興味ないですよ。ぶっちゃけ自分のね周りのこと以外あんまり興味ないっていうか、そんなこと気にしてる余裕もないですからね。人生かってなんでカタカタにするんですか。佐賀が大変なことになってるけど興味ないって。いや興味ないことはないですがね、なんかひどいことになってるらしいですね今そこも、ね、どうしよう。23、24、日本人が今現在何人がスパイ容疑で収監されてるのかも発表してほしい。そんなことスパイとかそんなのあるんですか。花輪が多額の寄付をするだろう、名誉県民だからね。ああ SAGA 佐賀の、うん、そんなひどいんですか佐賀の。あれあんまりこうね、まあ土砂災害さっきなんかね親が見てたテレビでね、なんかかなりね川でね川みたいになんかなってましたけど、うん、しまった直撃か。山下さん家前のバス停も流されたかもしれない。誰ですか山下さん。中国では普通に日本人スパイで収監されてるよ。日本人普通にってそんな報道全然知らないんですが、本当にっていうかそんなことまかり通っていいんですか。ヒールレスラーのタイガージェットシンは東北の震災で多額の寄付をしたらしい、まあ、お天気ガチャやって50年に1回のあたりだぞ、ね、そりゃやばいに決まってる。お天気ガチャで、そんなすごいですか。50年に1回そんなあれなんですか。ちょっとそれは言い過ぎじゃないですか。そんなにでもそんな犠牲者出てるんですか。トライニングビンゴー。しまった、直撃だ。オッケー、田代の差がドモンホントスコ。よく台風で家流されたりしてるけど帝王はどうでもいいんだね。どうでもいいじゃん。最近数十件に一度の災害ってよく聞くよね。ねえ、いや別にどうでもいいってことじゃないですけど、ねえ僕がそれを知ったからってね、僕がねえ何かしてあげられるってわけじゃないですからね。ねえ唯一一人だけ、そういうニュース見てない。でもね、僕がそういうニュースを知ったからって、暇なんだから現地で助けてあげて。現地までの移動手段はどうするんですか。ね、佐賀まで行くのはいいとして、はいるのかな。もう移動で、でもいたとしても今日は今日っていうか、今日はさすがに配信これ、東方とか下がって言わないからね。佐賀県の歌では、ね、数十年に一度の最後がね、なんか毎年なんか毎年なんだかんだ言ってますね。正面当たっちゃう。見事で怒鳴るな。ドドスコスコラブ注入。何ですかそれ。じゃあ3時に車で迎えに来てくれるように頼んどくよ。いいですね。そう、あでも3時さん九州なんでしたっけ。ねえ大丈夫なんですね。3時さんもそういう被害大丈夫なんですかね。あんまりロマネコンチも10年に一度の出来が毎年できてるし、そういうもんだよ。いやちょっと怖いな。疲れたでしゅ。大丈夫ですか。で佐賀県なんかあったの。エトロを見習え。福島にトラックで土砂災害でしょ。土
土砂災害があったんですよね。ボジョレに至っては802報酬23。ロマネコンテじゃないわ、ボジョレーヌーボーだわ。3時入ってていいから資産なくならないかな。エトーは体で払ったって表現が草だった。えがしろ。そういえば昨日の 夜中って3時さんなんか配信やってたんですね。まあ台風なんだから土砂災害くらいあるのは想定内だろ。まあそうでしょう。いやでもね、言ってそう言って3時時計を出し買って美味しいメタ汁作りたいな。いや、なんでですか。美味しいって僕の出汁はまずいですよ。一応、エトーは九州産業大学に在籍してた。そうなんだ、大学生だったんですね。時川の出汁とカウンシル以下じゃん。腐って言えばアマゾンの火災に話戻していい？アイス以外で電気止まっても車の電気で配信するくらいだから、まあ、別にいいですけど。で、電気で、あーさっきの子もったいなかったなっていうか努力もなし、もうゴークラッシュやっちゃいますか。確実に大丈夫、エトーも大学合格してたんだから帝王も。いや、僕はもう手遅れです。お前よく喋りながらゲームやれるな。だってスパルボはね、言って戦闘シーン眺めてるだけじゃないですか。それでアクションゲームでね、そんなね、リスナーさんのコメね、さばきながらやれって言ったらね、無理でしょうけどね、別に戦闘シーン見ながらだったら全然問題ないでしょうが、アクションゲームでこれね、この褒めさばきやれって言ったらそもそも初見プレイじゃないしな。ねえ、バイオはちゃんと喋ってた？低音処刑執行、ね、どうでしょうね。でも結構コメントね、するってかな、流したとみたいですね。あんまりわかりませんがっていうか、一応あれか、俺なんて今から何やればいいかも頭まとまらないよ。ゲームを放置して視線症するくらいだからね。え、ゲームを放置、何言ってんすか。怖いかな。でも48、どんなもん、火力3000でしょ。ちょっと怖いかな、やっぱり。慎重に行きましょう。ダイオスね、まあ、増えて車軸上一体だけなら全然問題ないです。マーベルさんとさやかさんどちらが好みですか、はい、いやー難しいですね。今やってる視線症が1万点取ってもランクインできない。マジですか、ランクインね。どこの配信ですか。はい、661個目さんね、でも視線症ガチでやってる。右手で突っ込みながら左手でプレイしてるんだぞ。そうなんですか、誰が。僕じゃないですよね。マーベルとさやかさんどちらが好みですか。サンジと秋のどっちが好みですか。どっちもって言っときましょう。ね、どっちもね、言って大手なまねしさんですからね。僕なんかじゃ全然ね、どっちも嫌いか。なるほど、嫌いとは言ってないでしょ。どっちも好きですよ。とどめ！帝王も撃て。どこが撃てですか？ほぼじゃ、そういう意味の好きじゃないでしょ。絵は意味だよね。え？やられた分は返してやるぜ！何が意味深ですか？うわ、すげえ。クリッター、あー強い。ギルバインのラフでもゼロですね、かわいそうに。今1時間50分、まあなんとか2時間半で終われますかね。必要ない武器って微妙なイメージしかない。弱いです。あの2人に伝えておこう。帝王がチンポ狙ってたって。狙ってませんよ。
ていうか狙ってたって言ったって誰って知らないレベルでしょ。何がですか、サージとアキノ。どっちも嫌ですよ。集中されたら怖いか。結構いますもんね。レンタル3時でホテルに来てもらうの？どういうこと？レンタルしますね。まずいかな、ちょっと。これまともに食らったらっていうか。マクトミンの声背筋がジョワとするわ。さすが、ね、銀河万丈さんって感じですよね。行くぜ！攻撃手、何をやっている？この火力だったら大丈夫かな。かな？今の声優はこんなに貫禄が出るのかな。どうなんでしょうね。こいつらつるんでやがるって狂い気味のマクトミンの演技好き。後ろ見てみて、もしかしてお礼ない？いませんよ。ね、あの狂い気味のね、あれね、すごい名義ですよね。あれね、確かこのゲームのキャラクター時点でね、マクトミのねボイスで収録されてますよね。あとで聞いてみましょうか、マクトミのね聞けたら。やるな、しかし、ね、このゲームのキャラ時点ね、一応ねキャラクターのねセリフもね何点か収録されてますからね。俺帝王の右にいるよ。何のことですか。沈め。当たりはしない。ナイス回避。ライガーミサイル。何？押されている。いいね、セリフはいろいろと聞いてみたい ね、 ねえ、私メリー、今あなたの後ろにいるの。誰ですか。若い命は真っ赤に燃えるけれど、帝王は何色ですか。さあ、黒いんじゃないですか、ドス黒いんじゃないですか。行くぞ。やりやがったな、こんちくしょう。暗黒の炎とかかっこいい。はは、暗黒。帝王が政権を旗揚げ、公約は日本からパチンコ屋をすべて廃業させる。パチンコ排除したってね、どうせガチャでね、みんなそっちに金が流れるだけじゃないですか。若い命が真っ赤に燃えるとか不謹慎ですよ、うん、燃えてますね。それ当選確実じゃん、わら。どうなんでしょう。暗黒の炎、避難状況知らせ。パチンコだってね、別にわざわざね、ほっといたって勝手に廃れると思うんですが、どうせ守るわけないしな。廃れてますよ。ねえ、廃れてるんでしょ、ね、えあと10年もすればね、言って結構だいぶ下火になるんじゃないですか。なんだ、不利なしで6100いきますね。チェンジ、何？そしてカジノが進出でしょ、ですかね。あ、そっかそっか、このシナリオあれがあるからダメなんだ。とりあえず、ダンクーバーを使うのはとてもいいぞ。東京都カジノ計画今どうなってるの。なんか横浜がなんか
ね、カジノのあれに、ね、名乗りを上げたとかなんとかありませんでした。すごい3700いくんだ。253。カジノは入場料いるから裕福な人しか行けない。カジノに行くとバニーガールは見れますか？さあ、わかりません。横浜の女将が承知するような話でしたね。どういう感じのカジノになるんでしょうかね。横浜のね、ね、確か。そちらは貧乏人がもっと貧乏になる。じゃあ、そろそろ寝ます。はい。カツは月追させといてね。カツは、今日出ません。明日です、ね。あ、やっちゃった。島田はいないの？いませんね。今寝たら帝王側に行くよ。はい、ワイドさんいらっしゃいます。こんばんは。いませんね。残念です。今寝たら帝王側言いませんよ。怖いか、11パーもね、十分当たったらワンパンですかね。はい、あーどうもおやすみなさい。また明日でも、はい、まああと30分ぐらいでなんとか終われそうでしょ。あと1、2、3、4、5、6、7、なんとか枠内に行けそうですね。まあ時間がちょっと余るのはね、カラオケか GM ぐらいもしかしたらやれる余裕があるかもしれませんが、0時くらいに戻ってくるって言ってたっか。どうするの？どう？ゴミためのチンはすべて北朝鮮にプールされている。もう1はいけそうなんだけどな。無理ですよ、無理ですよ、次も長いでしょうっていう。マクトリンたまんねえ、わら、ね、たまんないですね。25か、誰にしよう。集中熱血、あ、ゼータここか。マサキでいいかな。マサキで当たるでしょ多分。長いかどうか派手用次第じゃね。ねえ、どうでしょうね。アカシックでとどめさしましょう。いやいやいや、と帝王次第って言ったって、 F ってね、あのマップ兵器あんまりないから。ごめんなさい、見落としました。それは失礼、お帰りなさい。ね、ちょっとどうしてもコメントね、見落とす時もあるんで、ごめんなさい、ね。帝王はゴミため通ってるの？そんな通うお金あるわけないでしょ。底辺無職がなんでパチ屋に行ける金があるんですか？ありませんよ、そんな金。ゴメムシはプレアカかどうかだよ。違いますよ。ね、またしても。ナマコ野郎がゴミため通ってるし、うまいかもしれません。ナマポで、でもナマポでそんなどうやってあれするんですかね。そんな金どっから捻出してんですかっていうか、ていうか僕ナマポもらってませんからね。一応実家暮らしですけど。ドリルアーム当たるものかよ。まあこれだから親衛隊は。これでとどめだ。この程度でやられるか。当たるし。ママポはもらってるよね。え？ママポって何ですか。そんなものありませんよ。どうしよう、6100ザキダンクで、ね、でもあれでしたからね。25か、熱血。明日の世界柔道日本は勝てますか。さあちょっとあんまり柔道詳しくないから勝てるんじゃないですかっていうか、誰が出てるのか知りませんが、祈ればきっと勝てますよ。
今日の男子は初戦敗退でがっかりでした。そうなの。なんだと。それはがっかりですね。また審判が途中退場するに一票。どういうこと？審判が途中退場と。どういうこと？何があったんですか？喧嘩初段。ちょっと状況が見えてないからわかりませんが。篠原事件のあれ、帝王ちゃんと審判が一緒して、どうでしたっけ？なんかあったの覚えてます。あんまり詳しく覚えてない。審判誰でした？なんかどうでしたっけ？俺のこの手が光ってうなる。多分これもワンパンでいけると思うんですが、トライニングビンゴー！なんだと？6戦いいね。ね。クリでどうか見たかったですが、帝王は異世界でこんな風に叫びたい。ヒットポイントバーの減りが気持ちいい。そこまで僕熱血ねえじゃないですから。怖いなあ。あんまりみやぶに突っ込ませるのね。クリ、また卑猥な話して。クリティカルでしょ。卑猥な国の話なんかありませんよ。怖いよな。卑猥な国って何？さあ知りません。僕には何のことやらさっぱりですね。卑猥な国って意味が重複してますよ。帝王って何時起き？今日はね、昼の12時半起きでしたからね。またよろずこの話して。最近ね、だから夜型にね、ちょっとね、またなっちゃうんじゃないかなと思うんで、当たりはしない。ね、昼間の配信またね、まあ今週なんとか頑張って、来週からちょっとまた昼の部お休みになるかもしれません。だからそういうこと考えたらね、ダビスタの配信が来週からね、まあスパロボ終わった後にやるかもしれませんが、まあちょっとまだ確定じゃないんで、でもその可能性がね、高いとは思ってくれて構いませんから。カモ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 。カモ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 。見える。豚だけどカモです。うん、豚に失礼。なんでですか。くらえ。当たっただけ。ゴキブリにも失礼。なんでですか。ゴキブリの話題なんか出てなかったでしょ。そこだ。そこ。
行けるか。あーやっちゃった、やっぱり。まあいいや、あと3キーですが、ただこの後の作業があるんですよね。とりあえずこいつを誰で倒しましょうかね。地盤自動手っ取り早く行っちゃいましょう。やりましょう。ゲット。お絵かきまだですか、定常さん。まだです。219個目さえいらっしゃいます、こんばんは。てか、なんかお手半219個目になってますが、いいんですかね。1100 1234、大丈夫かな。23 22 21 22 21、はい、219個目です。はい、まあいいならいいですよ。任せてよ。リスナーに番号振って管理してるって。誰もそんなことはしてませんよ。自転車さっぱりだわ。ダメですか。怖い。怖くないですよ。これで1000点しかいかない。1000点ですか。まあね、配置が悪かったらね、どうしようもないですからね。まあちょっとこっからまた恒例のやりますから、何やってんのって分かんない人は分かんなくていいですけど。1000点行ったことないんですか。あんまり分かりませんね、僕も。帝王お絵かき嫌いなのね。お絵かき嫌いっていうか、僕嫌いっていうかね、だって僕は絵描けないしね。ただ3分待っててね。だからこの後時間余ったらあれですけど、ちょっとこっからかかりますからね。10分ぐらいまだかかるでしょう、多分。は無理か。まあ何やってるか分かる人には分かるでしょうけど、ちょっとね、次のシナリオも。ねえ、かの上がりきった記憶を下げないとね、ちょっと後半で
上がった分がね下がっちゃいますからね、まあ、なるべくささっとやりますが、もうセイラさんは諦めた方がいい、うん、諦めます、諦めた方がいいか、最初から諦めてますよね、セイラさん好きだけど、あ、明日もまた志村けんと石野陽子の掛け合いも知らないような若造にこき使われるのか知らないです、僕も知らないですよ、若造じゃないけど、これ寝ない、はい、これ寝ないっていうこと、寝ない、寝ますよ、何言ってんですか、寝るなよ、寝ますよ、大学出とけよかったな、大学どう、大学出ると なんかあれなんですか、やっぱり就職って、もう大学出てればもっとバレロの人生遅れてたんですかね、出世しないんだよな、ねえ、僕なんか中卒ですからね、中卒だから、ね、出世どころの話じゃないですよ、雇ってくれるところがねえないですからね、大卒でも今より悲惨だったかもしれないよ、そうですかね、今より悲惨とかあるんですか、いやーめんどいな、50分じゃ終わんないでしょこの作業、大卒じゃないとは入れない会社が山ほどある、まあ、そんなもんいくらでもあるでしょうね、高卒以上って書いてるとこも実質大卒以上なんでしょ、どうせ、そうなんですかね、それでも全然詳しくないから、まあ、ありそうっちゃね、ありそうな話ではありますが、何が、あのブライアには何もできないでしょ、落とせるやつなんかねえ言っていないでしょ、
あーと5分、もう2、3ターンぐらいかな。お腹痛い。大丈夫ですか？引き継ぎか何かなの？あります、前後半のシナリオは今これ前ね、前半前編のシナリオなんで、うん、後編に移動ね、開始すると上がった気力がね、そのまま、うん、後編開始時に下がっちゃってるんで、うん、気力100以下にしないと意味ないんですよ。はい、メロンさんいらっしゃいました、こんばんは。前後編は増えた分次下がるんやで。そうです。まあだからね、後編も使うようなキャラだと、どうしてもやらなきゃいけない。そこちゃんの真似、ゆゆゆゆゆ、何のことですか。100以下にしちゃえばね、150だと驚異の50に、わらわら。ねえ、そうそう。まだ多分ね、ゲーム制作する側としては、だからね、前半と後編で、ね、前編と後編で、ね、使うパイロットね、分けろって、うん。ゲオさんにしますよ。ありますかね、ちょっとなんとも言いません。50回避って怖すぎる。わら、帝王はコツです。ちょっと待ってください。とりあえずシナリオ終わってからあれしましょう。そういえばヤリマン坂口も森が逮捕されてて大爆笑だった。大爆笑、むしろ歌ってドラゴンボールメドレー歌ってくれますよ。無理ですよ。今日ダビスタありますか？ないです。呼吸すると記憶が下がるって謎の縛りだよね。え、ねえ、これ、まあ何かしらのね、ペナルティあれしないと、復旧し放題っていうのも、ね、ゲームバランス的にぬるくなるからでしょう。50の、こんな律儀に前期やらなくてもいいんですもんね。98坂口桃のエグいケツが汚いって有名だけどマジなの？さあ僕多分見たことない。 その人誰でしたっけ。あんま有名ね、ちょっと知らないね、その人。マジだよ。マジなんです。ボーボーよ。ボー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 だから汚いんですか。帝王ちゃんと同じくらい汚いよ。なんでですか。ボーボーなのか。僕綺麗じゃないけど。あの配信者が坂口桃李の話してたけど、ジャガイモみたいなケツで吐きそうだったって言ってたよ。とりあえずこれだけ。女優坂口よしこさんの娘さんだって。みたいですね。男優も頑張ったな。ね、でも親の立場としてはね、実の娘がね、犯罪者で逮捕されるってのも忍びないんですかね、やっぱり。待って、100じゃダメ。まあ、1ぐらいいいってね、人もいるかもですが。帝王は上原愛一択なの？そうですよ。誰で倒しましょう。坂口桃李は共演者のイケメンに片っ端から連絡先聞いて引っかかった男とすぐやってたんだってね。そうなの？共演者のイケメンね。まあそれだとなんかね、自業自得って気もしますが、はい。778個目さえいらっしゃいますが、マスパルゴイフ。何かちょっと延長しておきましょうか。実の娘が犯罪者でしかもケツ汚いのは辛いよね。いや、ケツがどうこうってのは別にいいんじゃないですか。だからケツが汚くなるんだよ。その辺は知りません。ケツ汚いのはしゃあないやん、わら。関係ないでしょうって思うんですが、ね、どうしよう。坂口よしこさんはもう亡くなっているよ。あ、そうなんですかね。それは知らなかった。少年の悪い女ケツ汚い説？さあ、
でもケツのね綺麗な人がねじゃあ少年いいかってねえそれはそれで前妻じゃないですか。ケツの乱れは心の乱れ。はい終了。勉強できない女は股が緩い説。どうなんでしょうねそういうのも知りませんが。人ん家で花火やったエリリカもケツ汚いってよく聞いたな。愛の劇で覚えた。あ、これはありがたいですね。外部の抵抗を沈黙。これより基地内部の相当に移ります。ミサさんもこうやってるときはかっこいいんだけどな。まあ前後編のシナリオなんで、うん、話はほとんどないですね。うわ、もう418もかかってるな。セイラさんなんかもう絶対無理ですよ。ねえ、多分完結編からのデータでもね、360でしたっけ。ちょっとかかりすぎですね。まあいいや。はい、とりあえずこれで28は、はい、終了なんでし。そりゃある ない方がいいかもですね。はい、ということで、はい、スパロバ今日はここで終わりますね。はい、カラオケタイム。はい、超魔界はるかさんいらっしゃいませ。こんばんは。まあ1曲だけ歌いましょう。はい、ということで、はい、2時間25分ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。